さあお待たせしました。ではもう早速もう全部メインディッシュなんですけど順番に書いていきたいと思います。まずはじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん7月27日新発売セーラー万年筆さんより新たなつけペン用ボトルインクディプトン新色が 3個発売となります。パチ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 27ですね。もうプレスリリースは先日ありましたのでご紹介させていただいていいということで早速開けて書いていきたいと思います。このディプトンインクとはつけペン専用になっておりまして見る角度や光の当たり具合によって色が変化したり特定の色が見え隠れする偏光ラメにより繊細に表情を変えながら輝くシマーインク、今回はラメ入りとなっております。偏光ラメ入りですね。3色あるので順番に書いていきたいと思います。使うガラスペンはもちろん、先日のご褒美フェスタでお迎えさせていただきましたこちら長谷ガラス工房さんのカステラインク2024でございます。こちらを使っていきたいと思います。よいしょ。じゃあ3色あるので順番に書いていきましょう。すべて偏光ラメが入っておりまして、どれがいいかな。今回もね全部テーマとっても素敵なんですよ。まずはこれから描いていきましょう。ミスティックフォグ、なんかもう見た感じ良さそうですね。紫かな。あ、加減の月さんこんにちは、ありがとうございます。おっと見てこのラメ、あ、これですね、ボトルがねグラデーション塗装になっておりまして通常のインクと間違えないようになってます。なので若干この中のねラメが若干見づらいけどなんかすごそうなラメが入っているような気がする。描いていきましょう。なんかすごそうですね。よく振って、こちらの商品はつけペン用なので万年筆に入れて使わないようにお願いいたします。つけペンもしくはガラスペンでお楽しみください。わわわわわわ、大変すごい、見えますか見えますか。そしてちょっと先っちょ水で、わー、ミス、わあすごいですね。見えますか。ちょっともう一回角度変えて書いてもいいですか。これはすごい。ちょっと待ってくださいね。もう少し下から角度つけて、角度つけた位置からお見せするともっとすごいかも。この辺かな。いやすごいですよ。見えますか見えますか。もう一回ここで描きますね。ちょっともう一回振ります。いやめちゃめちゃ綺麗、キラキラしている。ラメが偏光だから角度によってちょっとこれはすごい。事前予約を受け付けたいなと思っております。ご用意できたらまたご案内いたします。こんな感じで最初ねなんかちょっとブルーブラックっぽい色なんですけどどんどん紫がぐわーっと出てきて、でどん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 色が変わりますね。この辺水筆をつけて、ほら水筆で描いた部分が分かりますかね、グリーンになってくる。すっごい、これだからこうちょっと、いやこれはすごい、いやーすごいな、すごいものを作りましたね。めちゃめちゃ綺麗。ラメが何色なんだろう、ちょっとピンク紫みたいなラメに見えるんですけど、もしかしたらそれは下地の色が反射してそう見えるのかもしれませんが、ベースが
これはちょっと一言で言い表すのがすごく難しい。パープルグレーの色にグリーンの夕食がめちゃくちゃこれでもかっていうぐらい出てますね。そしてペンで書いた部分こちらです。ペンで書いた部分にもしっかり夕食が現れていて、でラメもちゃんと載ってますね。ほら、わかりますか、キラキラキラ。あ、よひらさんこんにちは。こんな感じ、いやすごいですね。全体的なイメージは紫なんですけど、紫とグリーングレーがこうサンドイッチみたいになってます。うわー綺麗、ね、この波のようにグリーングレーとパープルがサンドイッチになってる。水筆で塗った部分もしっかりね、2色が混ざってる感じがよくわかりますよね。いやすごい。そして次、このペースでいくと45分で終わらない気がしてしまいます。次書くのがこちらですね。これのタイトルがまたいいんですよ。エンジェルスラダー、天使のはしご。あの雲がかかった時に太陽の隙間で、太陽の光が雲の隙間から差し込んで、天使がね上に登るはしごのように見える景色のことなんですけど、エンジェルズラダー、どんな色なのか書いてみたいと思います。グリーンかなっていうことぐらいしかわからない。こんな感じのトロですね。おしゃれですね。よいしょ。さあ次もめちゃくちゃいい色なのは間違いない。ここに書きますね。あ、おおお、またこれも色がね、ロマンチックですよね、リエさん。うわすごい。こっちもねグリーンがぐわっと出ますが、こっちはなんかベージュピンクみたいなカラーがベースですね。うわすごい。そして長谷さんのガラスペンの書きやすさ、滑らか。長谷さんもね、あの台北行かれてるということで。うわね、そらさん、天使のはしごっていう言葉も素敵ですよね。この色ですよ、すごい。なるほど、ベージュピンクっぽい色にグリーンの、明るめのグリーンの夕食で、ラメがねかなり細やかな感じですね。ちょっと乾くとより一層わかるかなと思いますので、で次書いていきましょう。3つ目の色は少しニュアンスが変わってオレンジ系の色になっております。ペン先を洗って、いや、ほんと描きやすい。次がこちらですね。じゃじゃじゃん。はい、トワイライトロマンス。素敵。トワイライトロマンス、今回は天空がテーマの全3色となっているそうです。夕暮れのロマンスということで。あ、ヘローさんでよろしかったでしょうか。こんにちは、ありがとうございます。みーさんね、これねピンクが入ってて可愛いですよね。可愛いし大人っぽいし、ちょっとこうミステリアスな感じがいいですね。これはもう雰囲気変わって結構パステル味が強いのかなと思います。これも書いていきましょう。いや皆さん、今のところミスティックフォグとエンジェルスララどっちが好きですか。お、すごい色な予感だ。私はミスティックフォグとエンジェルスララどっち、むずいな。エンジェルスララはすごく惹かれますね。すごく素敵な色です。しかしこのトワイライトロマンス、オレンジ系も好きなので、これもいい、あのいい意味でやばそうな、難しいですよね選ぶの。おおお、あ、これ結構ねマット系ですね。おお、あ、かわいい。こう結構ねぺったりとした感じです。これちょっと絵描くのめっちゃいいかも、このオレンジ。
これがトワイライトロマンス。おお、ちょっと待ってください。この辺にね、夕食がにじんできました。トワイライトロマンス。わギリギリね。え、よひらさん両方かわいい。さらさん、このシリーズでは珍しい。そう、あんまね、なかった系のね、結構マットな色味ですね。ラメも今浮かび上がってきてます。でもこの、見てください、このわかりますか、この夕食の部分にちょっと渋めのカーキみたいな色が出てきてる。甘いだけじゃない、夕暮れのロマンスで優しい色。確かに確かに、リエさんいつもね、わかります、こういうの選びがち、わかる。トワイライトいいですね。あの確かに、これが一番マットで、これが一番淡いで、こっちが一番ね結構はっきりしていて激しい。はい、3つで揃いました。上からミスティックフォグ、エンジェルスラダー、そしてこちらがトワイライトロマンスということで、すべて偏光ラメになっております。じゃあちょっとここでね、最後ラメのキラキラ具合をちょっと見ていきましょう。ドリドリっと、あ、見えました。ソラさん、カーキ見えるでしょう。トワイライトロマンスのラメはゴールドラメが強いかな。もっと多分乾けばもっと分かりやすくラメが出ると思うんですけど、若干まだ乾いてないから、少しねラメがまだ浮かび上がりきってない感じです。この辺が分かるかな。あ、ごめんなさい、カメラをカメラに当たってしまいました。この文字書きのところ見ると結構分かりやすいかも。あ、ここ、この辺、この辺ちょっとゴールドっぽいラメが見えますかね。いやー綺麗。そして次、こちらエンジェルスラダーは、このラメはね、グリーン系に見えますが、ちょっとグリーンっぽい感じですね。ごめんなさい、グラグラと。ここの辺文字が見やすいかな。ラメはグリーンっぽいですね。そして一番最初に書いたミスティックフォグ、ラメを一番楽しみたいならミスティックフォグ一択かなって感じがします。もうギャンギャンにラメが乗ってます。これのラメもちょっとなんかグリーンっぽく見えるんですけど、もしかしたらシルバーなのかな。そして文字のところ、よいしょ、この夕食プラスラメっていうのはね、私の中では結構最強だなって。こんな感じですね。よいしょ。はい、こちらは7月27日に発売となります。つけペン専用インク、ディプトンインクより新たに偏光ラメの3色が誕生しました。ミスティックフォグ、エンジェルスラダー、そしてトワイライトロマンスということで、こちら3色は石丸文光堂オンラインストアでも、おそらく27日の発売日に販売できるのではないかなと思います。